どうも野沢です。改めまして、私昨年現役を引退し今年からアルビレックス新潟営業部で働いております。さて今回の動画は前回に引き続きおうちトレーニングを紹介したいと思います。まだ学校が休校だったり分散登校でステイホームが多いんじゃないかなと思います。この動画を参考にして運動不足の子どもたちはお父さん、お母さん、家族のみんなと一緒にトレーニングしてみてください。今回のトレーニングを教えてくれるのは前回に引き続き伊佐尾コーチです。何を隠そう、伊佐尾コーチと僕は2000年にアルビレックス新潟に入団した同期です。年は僕の2つ下なんだけど、いやー当時は2人とも若かった。もう今考えると長い付き合いだね。そんな伊佐尾コーチに教えてもらいましょう。それではトレーニング行ってみよう。皆さんこんにちは、サッカースクールの伊佐尾コーチです。今回は親子でできるストレッチと体幹を紹介します。親子でコミュニケーションをとって仲良くやってみてください。みんな準備はいいですか？はい、ストレッチいきます。まずは2人が向かい合って足を広げてください。足を広げて手をつなぐで引っ張る引っ張る。この時に息を止めずにしっかり呼吸をしたままストレッチをしましょう。ゆっくりでいいので相手のことを思い合っていきなりグッてやると怪我をする可能性があるので、ゆっくり相手のことを思い合って引っ張ってあげてください。はい、2つ目いきます。2つ目は背中と背中をくっつけて、あとはお尻もなるべく近くにくっつけて相手のことを押してください。その時に手を上げて押してる人はお腹を伸ばす。押された時にはももの裏伸びてることを意識してゆっくりでいいので押してあげてください。でこの時も先ほどと同じように息を止めないことを、必ず呼吸をしたままやりましょう。息を止めて頑張るのではなくしっかり呼吸をして自分の体を伸ばす、そこを意識してやってみてください。はい、ストレッチは以上になります。はい、体幹いきます。2人で足の裏を合わせて自転車を漕ぐようになんですけれども、その時頭をつけずに頭を上げたまま自転車を漕ぐように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10というようにやってみてください。はい、2つ目いきます。2つ目も先ほどと同じように足と足の裏を合わせて首を上げます。首を上げて少し左右に動かして反対側の人の顔が見えるように、こんにちは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 ってなるようにやってみてください。で、できる方はこの状態でお互いが手を伸ばします。手を伸ばして届くかどうか挑戦してください。全然届きません、僕たちは。親子で挑戦してみてください。皆さんどうでしたか？今日は簡単でしたね。ただこれを1回でやめてしまってはもったいないので、続けて親子で仲良くやっていってください。続けていくことによってすごくいい体になると思います。次に会える時は引き締まったいい体で会いましょう。皆さんさようなら。お疲れ様でした。相手のことを思いやってできましたか？みんないい体になって伊佐尾コーチとまた会えるといいですね。前回第1弾の動画を上げた時かなり反響があり、これは YouTuber に本当になれるんじゃないかと思いました。ありがとうございます。まずはチャンネル登録10万人を目指して頑張りたいと思いますので、皆さんみんなで見てください。またコメントもいただけると嬉しいので
コメント欄にコメントをどんどんください。それではこの動画を気に入ってくれた人はグッドボタンを押してください。そしてアルビレックス新潟公式チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画はあのマスターを呼んであるので楽しみにしていてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくねー。